皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて本当に嬉しく思います。さて今日ですけれども、日本と韓国の間に刺さったトゲ、慰安婦問題について、韓国側が和解と癒し財団という名前で慰安婦の皆さん、元慰安婦の皆さん方への日本政府が出す10億円を元手にした財団を発足させました。これについては、日本がいつ10億円を払い込むべきなのかどうなのかということについて意見が分かれています。私は早めに払った方がいいと考えます。その理由はですね、今年初めに慰安婦の方々、まだお元気な方々が42人いらっしゃいました。その中の26人が、日本政府の提供したこの和解金といいますか、その癒しのためのお金を受け取ってもいいということを言っています。これは低体教、その女子低身体がその昔に慰安婦にされたんだというようなニュアンスで作られた名前ですけども、大変反日的な低体教がですね、慰安婦の皆さん方全員を自分の影響力においてコントロールしようとする動きから、初めて26人の方々がそこから離れて日本と和解したいという姿勢を見せ始めました。このこととっても大事だと思います。日本と和解をしたいという慰安婦の方々のためにも、早くこのプログラムを進める必要があるだろうというふうに思います。もうこれは最終的かつ不可逆的な解決であるということを、日韓両政府がお互いに約束をしているわけですから、それを日本政府は後押しする形が良いのではないかと思います。さて今週と来週は特別番組編です。素晴らしい日本人、素晴らしい日本国、このことについて私たちよりもなお日本の良さを知っている方を今夜はスタジオにお招きいたしました。ケント・ギルバートさんです。こんばんは。どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ケントさんね、本当にこう日本人っていうのは、自分のこの良さというのをなかなか実感できない。私ね、ハワイ大学に留学した時に、初めて自分が日本人だ、日本っていい国なんだなって思ったんです、ですから外から見る方がやはり日本についてのいいところたくさん見えてくるんだと思うんです、今日はね、約1時間にわたってそのお話をたくさん聞きたいんですが、その前に、今日のお昼頃に、ヒラリー・クリントンさん、民主党の大統領候補に指名されまして、その受託演説をなさいました。ここにですね、トランプ候補とクリントン候補の、主な言ってることのポイントを書き出したんですけれども、トランプさんはですね、アメリカ外交をバカにされてる、屈辱にさらされてる、アメリカ第一、メール問題は、ヒラリーのメール問題は腐敗の極みだとかですね、国境に壁を作るんだとかですね、 TPP はダメだとかおっしゃってる、それに対してクリントンさんは、私こそ安定したリーダーシップよと言ってるわけですね、でトランプさんは恐怖と対立の種をまくんだと、団結に、アメリカ人は団結すればもっと強くなれるんだし、同盟国との協力が大事だとか、それからこれ面白いですね、大学授業料を無償化、努力しますと、いろんなことをおっしゃってる中でこういったことが主なポイントなんですが、まずヒラリーさんの演説聞いてどう思ったか、このお二人のポイントを見てどう思われるか。ヒラリーさんの演説っていうのは、今までのような演説そのものね、今までと同じ、ただ大学の授業料を無料にするということは、それはもうサンダースさんの支持者を取り込もうとする、そのための戦略であって、現実問題としてできるわけないんですよ。できない、できるわけがないんですね、何故に、お金がないんだもん、お金がかかるからですね、公立大学だけでも、大変だと思います。ものすごいお金がかかりますね。アメリカの大学の授業料って高いですよね。高いですよ。それでね、このサンダーズさんが すごく若者に受けたのは、学生ローンのことを全面的に持ち出したからですよね。学生ローンってね、その大学に行って、学生ローンってどのくらいかかるんですか、ね、
私自身はなかったです、はい、私は成績が良かったし入試の点数が高かったから大学の方が無料で入れてくれたんですよ。ああそれはすごいですね。返さなくていいスコラーシップを出してくれて。私ねハワイ大学でね、はい、貧乏学生だったので、はい、お金もありませんでしたので実は奨学金で大学出たんです。 そういうのは出るんですよね。で、ケントさんのご子息がいらっしゃるでしょ。ですからね私は、うん、いや実はね私ハーバードかコロンビア行きたかったんですよ、はい、で入学はしたんですけど、お金がかかりすぎちゃって、で貧乏じゃないんですようちは、超金持ちでもないんで、はい、そういうのはね何ももらえないんですよね。ですからもし行ったとしたら借金だらけで出てきます。でもうちの長男も次男も法科大学院に行ってますけども、はい、卒業の時点で2500万円ずつの借金を抱えてるわけ。1人2500万円そうです。大学院を出て、はい、2人で5000万円そうです。これ大変ね。すごい大変なんですよ、ですからこれから、まあ、返済しますけれども、はい、それがある人とない人とでは全然生活は変わりますよね。変わりますね。もう結局大手法律事務所に障害法律事務所に就職したとしても、はい、それの返済があるもんですから、普通の中流階級と全然違わない。まあなるほど。そのようなそのケントさんのご子息はもうそれで支払いを始めて、はいはい、夫婦言ってらっしゃる、はい、いやそうなんですけども、まあでもね無料にできないと思いますよ。できないできないですけども、うん、学生ローンの仕組みはね、もう少し収入が上がると同時に支払いが上がっていくとかですね、利息をもっと安くするとか、そういうのが必要だと思います。利息はどのくらいなんですか。利息は 8% でしたね、高いものは。それで8% 氷菓子みたいじゃないですか。長男 のローンの一部に関しては、はい、組み替えました。そういうのをやってる銀行もありますからね。その銀行に、まあ、僕が保証人になってあげて、で、まあ、8% 4% に下げました。それでも高い、まあ、そのような実態が、うん、でもねそれで返済期間が10年に短くなりましたよ。それで 8% から、はい、でも本当に大変なことなんですね。そうなんです、ですからサンダースはその痛いところをつついて、でヒラリーさんはそれやると言うけれども、無理できない、はい、じゃあこれでですねクリントさんの中でこれ、まあ、サンダース支持の票を取り込むためにやってるんだけど、ね、これ無理。じゃあこっち見たらどうですか、トランプさんの方。トランプはねこの壁を作るっていうのは無理だし TPP を署名しないっていうのは間違いですからね、あれなんですけども、でもねトランプはすごく支持者が強いですよ。支持者が強い、もうこれをちょっと見てください、はい、これねこれあの民主党の党大会の前の数字ですけども、はい、トランプさんが 39%、はい、ヒラリーさんが 37%、はい、トランプさんが 2% 勝っていて、はい、問題はこのその他の 24%。 この人たちはね両方に絶対入れないって両方とも大嫌いって言ってるんですよ、はい、そうなんです。それすごいことですね。ですから両方ともあれだけ嫌われるっていうのはね珍しい選挙ですね。どうしてこうなるんですかね。まずですねどうしてなったかって言いますと、言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと桜ライブ君の一歩が明日を変えると花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき年会費一口10万円以上をご負担していただきますと正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし
イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。浜田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。